あんこ玉あんこ玉は日本の駄菓子の一つ。玉状の小豆あんをきなこか寒天で包んだもの。駄菓子屋でも長年の売れ筋商品の一つ。昭和初期からあんこ玉の製造を続けている上田製菓のものは前日のうちきなこを用いたものである。創業当時に菓子作りが当たらず、仕入れたあんが余ったことから、これを再利用して作られた。創作菓子のために当初は屋には、 売れず、同社の創業者、植田茂吉が自転車で自ら菓市屋へ売り歩いたところ好評を得、やがて問屋からの注文が殺到するようになったという。植田製菓のあんこ玉は、防腐剤などの食品添加物を一切用いていないにもかかわらず、加熱時の独自の火加減により、真夏を除けば2週間は、 味が落ちず、あんも常温で3ヶ月間保存できることが大きな特徴である。その味は東京メーカーとの声もあり、味の決め手である自家製きなこは銀座の一流和菓子店が買い付けに来ることもあるという。平成期に駄菓子屋人気が復活したことで、関西地方や四国からの引き合いもあるという。 また、当て物の要素も含んでおり、案の中に白いセルロイドの玉が入っている、代わり玉と呼ばれるものが当たりであり、当たるともう一つ、大玉のあんこ玉をもらうことができた。歌子と同時に玩具として流通していたことから、パッケージには、全玩具卿の許可番号が記載されている。値段の安さも特徴であり、1970年代頃は2個で5円、または3個で10円。 平成期でも1個10円である。寒天で包まれたタイプのあんこ玉は、老舗和菓子や船輪で作られたもの。水ようかんか和菓子の、かのこにも似たもので、高級和菓子のようなイメージがあり、鷹箸屋の中でも異彩を放つものであった。寒天によるゼリー状の舌触り、喉越しが特徴である。こちらは、きな粉のものほど保存が効かず、火が立つにつれて、 寒天の食感が損なわれるため、時期に駄菓子屋の店頭から消えたものと見られている。ありがとうございます。